フェーズは、ホンダ技研工業が製造販売していた2 4 8 c c 四ストローク短気筒エンジンを搭載したスクータータイプのオートバイである。社名は、英語の心を騒がす、驚かすのフェーズから。フェーズは2009年7月10日に発売された。ホンダ技研工業が現在販売している、同じ排気量のスクーターとしてはホルツァがあるが、フェーズは装備の簡素化。 車両重量の軽量化、低廉な価格設定により、ホルツァとの差別化が図られている。そのため ABS 装備車でも63万円となった。ホルツァに装備されている、マニュアルモード付き本ンスマチックエボ、スマートカードキーシステム、ハザードランプスイッチ、パーキングブレーキは搭載されておらず、オーディオパッケージの設定もない。また、シート下のラゲージボックスは、 小型化され、ヘッドランプとテールランプも、それぞれ一等式となっている。蒸気の変更により、車体重量は 180kg となり、その後ヤマハ発動機から、新たに XMAX が発売されるまで、国内 250cc スクーター中最軽量を、誇った。装備以外でのホルザとの基本的な相違点としては、キャスター角を立て、軸間距離を 5mm 短縮することにより、 旋回性能を向上し、前後サスペンションにおいても、より高荷重に耐えうるセッティングとしている。またフレームの合成バランスも見直され、より高い速度での倒し込みができるよう、縦合成が高められた。エンジンも同型式ながら、ACG のフリクション削減、マフラー形状の変更を行い、ホルツァの 22PS、2 2 k g ス、m というスペックに対し、 23 PS 2 3 p s 2 3 k g ス m と上回っており、排出ガス規制への対応も、ホルツァの二次空気供給装置と酸化触媒の組み合わせから、より高度な空燃比フィードバック制御機構と、モノリス型酸元触媒の組み合わせとなる。豪華なクルーザー的な性格を持つホルツァに対し、フェーズは装備が簡略化された廉価版のようなイメージのみで語られる。 こともあるが、蒸気のような変更により、基本性能を確保し、ハンドリングやレスポンスを重視した、実用的かつスポーティーなモデルと見ることもできる。2009年11月26日に、ホンダエスマチックエボとハザードランプスイッチを搭載した、タイプ S を追加し発売した。すべてのモデルとも2015年に生産終了が、公表された。ありがとうございます。